レフ・バウェンサは、ポーランドの政治家、労働組合指導者、電気技師で、ポーランド共和国の第三共和制、第二代大統領、ノーベル平和賞受賞者。バウェンサは、言語での発音に基づいたカタカナ転写で、比較的新しい表記法。日本では、我さという表記が多く用いられているが、これはポーランド語アルファベットに対する誤解から生じた。 ものである。ポーランドのクヤビポモージェケンリプの群にあるポポボという小さな村で生まれる。1967年グダニスク造船所で電気技師となる。1970年12月ストライキ委員会に参加していた。1980年の独立自主管理労働組合連帯創設メンバー。当時の政策を批判したため、戒厳令により身柄を拘束された。 その後、1990年の大統領選挙で、当選し、次々と自由化、民営化を行っていく。再選をかけた1995年の大統領選では、クファシニエフスキに、僅差で敗れた。連帯の組織化に伴い、既存の共産主義王校の再編成を求め、マルクス主義者、ルイアル・チュセールの見識を参考にすべく、フランスの各大学を訪問。 また、中国やカンボジアのようなアジアにおいて見られた、社会主義国の状況を知るべく、旧労働者インターナショナルのネットワークを伝い、各国の知識人層と交流を持つ。日本の政治家で、外務大臣、防衛大臣を経て、行政改革担当大臣を務める河野太郎は、ポーランドに留学していた1984年、バウェンサの自宅で彼と面会した。その後、河野は、 バウエンサの家を出たところで警察に逮捕され、パスポート不携帯の罪状で翌朝まで留置場に入れられたと証言している。連帯議長であった1981年5月に初来日。その後、大統領在任時の1994年には国賓として来日している。日本において最も交流を得たのはマルクス主義研究の領収であった明治大学である。 後に、同大学より名誉博士、教授の称号を与えられ、時折来日し教団に立っている。正解から去った後、再び労働者として活動し、各大学や教育機関にも参与している。2002年ソルトレークシティオリンピックの開会式で、オリンピック旗を掲揚する際の機種を務めた。前述のように、バレンサを、言語の発音に、 忠実な形でカタカナ転写するならばバレンサとなるが連帯での活動中から今日に至るまで日本の外務省や主だった報道機関各社ではワレサ議長、ワレサ大統領と表記するのが一般的となっている。言語の発音からかけ離れたワレサという表記はポーランド語本来の綴りであるバレンサがダイアクリティカルマークをほとんど用いない。 英語アルファベットに転写されて、バレンサとなってしまい、これを英語式に発音した、我さが英語圏経由の報道により、日本に伝わり、そのまま定着してしまったものとされる。ポーランド語アルファベットにおいて W は、V、O は、両唇軟光外接近音、W、O のおごねくはビボインをそれぞれ表し、 英語アルファベットにおける L と E とはそれぞれ字体こそよく似ているものの発音が全く異なる。アイルランドのロックバンド U2 の最初期の大ヒットシングル New Years Day は独立自主管理労働組合連帯を歌ったものでバウエンサが描写されている。連帯支持者でもあったアンジェイ・ワイダ監督の映画鉄の男には本人役で出演した。出演場面は 男女の主人公が結婚する箇所で、替え添い人として登場している。この映画では1980年8月の統一ストライキー委員会と政府の合意所長員の場面も再現されているが、そのシーンの撮影にバウエンサのスケジュールが合わなかったため、同じ造船所に勤める要望のよく似た人物が演じた。ありがとうございます。